なんかこっちが緑茶でこっちが宝石。そうです。全然違うものだと思ってました。さあ続いてはお坊さんとアイドルがぶらり散歩する門前マップ。今回は倉敷市の寛隆寺周辺をぶらりしています。お坊さんのね、そしてアイドルのはい、のんびりとした掛け合いと合わせて、今回はね、綺麗な街並みもお楽しみいただければと思います。それでは行きましょう。はてさて、どうなる？いやいや、ね、どうですか上田さん、この街は。そうですね、楽しいです。今なんかずっと今回はね、食べることが多くて、うん、そうですね、嬉しそうな、うん、そうですね、食べること多い方が。あれ、なんかやってる、ほうじ茶。あ、こんにちは。こんにちは、ほうじ茶作ってると。あ、そうなんですか。これが、すごい、元の葉っぱでこれができたやつ。ほうじてる、ほうじてる。はい、ね、懐かしいですよ。僕はここのお店が向こうに、はい、ね、よく買いに行ってましたよ。そうなんですね。グランドのパチンコ屋のこっち側のところ。そうなんです、ね、はいはい、今でもやっておるんで。国民的アイドル AKB48 の姉妹ユニット、大阪難波を拠点とする NMB48。 今注目のアイドルと倉敷市高蔵寺の天野幸雄住職の異色の二人旅。旅の目的はオリジナルの門前町のマップを作ること。実際に歩いて見て味わって、自分たちの体験からおすすめの情報を詰め込むのだ。今回訪れたのは倉敷市にある寛隆寺周辺。お寺のそばには歴史ロマンとアートが香る美しい白壁の町並み、倉敷美観地区がある地域だ。はてさて、どうなる門前マップ。え、こちらがもともと自宅なんでしたね。あ、はい、最近だって。こちらでも、はい、この機械がね、たまたま向こうとこっち両方これが同じようなのがありますので、ね、こっちはこっちでできるな。はい、長いこと開けると温度が下がるんで、はい、ちょっとで、コンロがついて、鉄板が回ってて、ガスが回ってて、そうですね。ありがとうございます。古い機械ですか、これは。もうじき半世紀が古い。40何年。そういう形です。すごい。ここがちょっとやっぱレトロやもんね。あ、本当や、回ってる。もともとこういうやっぱりお茶屋さんの店先でこういう風に、昔からお茶屋さんみんなこれを持ってましたね。最近はまあちょっと少なくなりましたけれども、昔はずっと回してた、どのお店も回してましたね。これがもう、このでもこのくらいの人で、コツいうかこの入りすぎてもこれ、そうですね、どのくらいいるかっていうのは、この出てくる香りと、はい、色と見ながらね、まあ、今まで飲んでみてるからだいたいわかるんで、ね、はい、まあ、コツみたいな、まあ、そんなとこかな。今みたいにデジタルで水でパンパン、そうはちょっといかない、うん、古い機械で。まあ、温度調整はここを開けたり閉めたりとか、非常にアナログ。温度調整あ、これってあれなんですか、その出来たてがやっぱり美味しいとされるんですか。ね、今暑いでしょう、はい、でこれは冷ますんですが、これが明日になったら今日より美味しい。なんかこうね、飲んでみて落ち着くような感じ、お茶がこう、こんな機能のやつをいただかないかも。買って帰って次の日飲まれたらね、また出して飲まれたら。倉敷のほうじ茶、すごい。覚えてる、このこういう色違いなんです。はい、はい、こっち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 からですか。あ、緑のね、めっちゃ葉っぱの青い、お茶っ葉、お茶っ葉、うん、ですね、緑茶の香り、緑茶の香り。あ、これ今違う、全然。ああ、なんていうの、ちょっとコーヒーにも近い、この、ね、やっぱりこっちの。どうしてこういう飲み方に なったんですかね。昔からね、はい、緑のお茶は緑のお茶、うん、それをまあ、どなたがなさったんかね、ほうじ茶を作ったのが、同じお茶っ葉で2種類の味わいを考え出された、うん、後でね、うん、
楽しみが増えるみたいな。そういうことか。そうなんです。だからこっちが緑茶でこっちがほうじ茶。そうそうです。全然違うものだと思ってました。緑茶はほうじ茶。名前が変わります。そうなんや、うん、勉強になるね。門前マップ知らなかった。ちょっと15歳、今日すごい、そうなんや、うん、あでも、もうすっかりあれですね、この香りがこの風景と一つですよね。ありがとうございます。全然昔からあった風ですよこれ。あどう懐かしい。え、飲んでみたいんですけど。あそうですか、いいですか。はい、ちょっとじゃあすいません。あこの箱のね、この箱がね、ずっと、はい、あの向こうのお店はこうずっと繋いでるね。いただきます。いただきます。門前マップ。お待たせいたしました。ありがとうございます。すいません、お手数かけます。ありがとうございます。絶対日頃もいただいたことはあるけれども、うん、改めて葉っぱから見せてもらうというと、ちゃんと味わったことないですもん。じゃあどうぞ。これかけます。香りから。はいはいはい。わあ。え、めっちゃいい匂い。わあ、香ばしい。おお。ちょっとこう紅茶のね、あのしっかりした紅茶のような香りもする。うん。いただきます。いただきます。あ、え、めっちゃ飲みやすい。苦くないですね。もっと苦いと思ってた。ああやってこう煙が出てますけど、あれカフェイン飛ばしていたりとかして、はい、苦味もなくなりますから、夜寝る前に飲んでもらってもよう寝れます。このお茶を入れる時の適温はあるんですか。高温で入れてもらったら、香りのお茶は余計にその香りが引き立ちますので、紅茶とかウーロン茶と同じように、はい、できるだけ熱湯に近い温度で入れてもらったら美味しくなります。お煎茶とかまだちょっと違うんですね、うん、なんかほうじ茶ってもっと飲みにくいものかと思って。うちのはちょっと浅めに焙煎してるんです、はい、ですから、はい、さっき見てもらったらちょっと分かるように、うん、少し緑っぽいなとか入れる方もいらっしゃるんですけど、はい、まあ焙煎することで香りもいいですし、もともとのお茶がいいので、はい、お茶の味も一緒に楽しんでもらえるっていうので、まあ、ちょっとバランスよく報じています。そうだね、私らもいただくほうじ茶でものすごく焦げ茶のしっかりした、うんうんうんはい、ね、焦げたのをいただくことありますが、はいうん、そういえばまだ緑が残ったような、はい、あそれはもともとの茶葉がええからこういうことができるわけですか。はい、あすごい。え、賞を受賞されてるんですか。はい、この間出品したら、うん、香りのお茶部門で、はいまあ、うちのお茶を評価してもらいました。すごい。日本あはい、静岡の方で、はい、そういう専門家の人が集まって、うん、うまいお茶部門と香りのお茶部門っていうのに分かれて、まあ、全国のお茶を出品されたのを審査したんですけど。静岡で、はい、だもう並いるって競合がおる中でこれが倉敷のほうじ茶が、うん、ちょっと私らは他のお店はよう分からへんのですけど。すごいやん。すごいですね。すごいやん。てっぺん取ったんや。おおこれから取る人間が今飲んでますからね。そうですね。なんで管なんねん。なんで管なんねん。そこそこよしやからお借りします。地元の方なら知っているはず、町を知るための〇〇キーワードということで聞いて回ってるんですけど、アイアン家具ご存知ですか。聞いたことがあるかどうかはちょっとわからないです、うん、ごめんなさい。じゃあ2つ目のお姫様に変身。これはなんか二通りのような話で、はい、お姫様に変身じゃないですけど、一つはなんか五十嵐美子館で帰れるのか変身できるっていうのと、もう一つはなんかこうなんか和風の着物で変身できるところがあるっていうのはお客さんに聞いたことがあります。あそうか、古い町やからちょっと着物を着て歩きましょういうやつと、五十嵐さんいうのはキャンディーキャンディーですか。はい、あどっちも聞こうですね。お姫様ですよこれは。じゃあちょっとマップ作りましょう、はい、何色ですか。緑で。緑ですか。これは何のイメージですか。お茶らしく、はい、これがお
行ってしもうたら茶色になってほうじ茶になるっていう、はい、そういうこと考えてますな。はい、ね、考えてます。ちょっとキーワードを見つなんかちょっとこうかすったんで、そうですね、かすったんでちょっと元気がこう出てきましたね。よかったよかった。自動販売機だってこれもう街並みに似合うようにこう色がなんかちゃう。あ、ジビール、ジビール。あ、なんか猫笑っとる。うわ、これ有名な店。なんでなんか有名っぽいですね。有名っぽいやん、有名っぽいやん。うん、これ有名人ここ食べないかんのじゃん。何が、あ、なんか日本一って書いてある。あ、ほんまや。金この辺金賞やプラチナや忙しいな。え、これ絶対美味しいやつですよね。タココロッケ、金賞コロッケはちょっとでも食べとった方がいいな。全国コロッケコンクール食べた方がいいですかね。そうだ、食べた方がいいん違うよ。次回二人の旅はどうなるのか、それはまた今度のお話。呼び鈴鳴らすけども誰も来てくれないみたいですね。いやでもな結構な頻度で鳴らしてましたけど、まあ、明日は出会えるんでしょうね。はい、きっとね。まあ、今回ですね、その美観地区の中で美味しいお茶を作っているところでしたけれども、はい、昔ながらのああいった作り方なんですよ ね目の前でこう見られるのはいいですよね、うん、きっとね、お茶の豊かな香ばしい香りがするんでしょうね、はい、ただお茶を作る機会がね、なんか猫の鳴き声みたいな、はい、わおっていうのがしてるのがちょっと個人的に気になったんですけどね。まあはい、すごいこう昔ながらの機械を使ってる。あれもやっぱりね、あちらの常木茶穂さんならではなのかもしれません ね、はい、味がありますからね、今回このご紹介した常木茶穂さんなんですが、倉敷の茶葉販売の専門店でして、2014年静岡市で開かれたお茶の品評会日本茶アワードで倉敷ほうじ茶グリーン、VTR 中にも、ね、はい、作ってましたね、はい、ほうじ茶がですね、香り茶部門でプラチナ賞入賞して受賞したということなんですね。へー、そうなんだ、すごいですね、うん、そしてほぼ毎週日曜日に空いた作業を現地でやられているということですので、皆さんもね、ちょっと見に行ってもいいかもしれませんね。明日もお楽しみに。以上、門前マップでした。